はい、どうも皆さん、こんにちは、とんでございます。というわけで、インスクリプション続き遊んでいきたいと思います。というわけで、早速戦闘。前回死んでね、なんか骨という新しい要素が追加されたね。これはなんだ、狼か。ははは。じゃあまあ、リスと引き換えに召喚して、変えます。うん。で、これで次のターン、俺はこいつ倒せるわけだ。まあ、普通に無難リスかな。これなんだ？親玉？隣接生物は攻撃力1いるのか。ああ、いいカードだね。まあ、とりあえずこれ引いとくか。はい。ドン。あ、死んだわ。んで、体力2だもんね。じゃあ、リス2枚目引いて、親玉を倒します。で、骨ゲットしたからオポッサム召喚で終わり。よし。で、これ。大きいか。うん、まあいいや。でもこれで勝ちだろ。いや、オーバーキル狙いたいんだけどな。1個か。少ないな。川のためにさ、欲しいんだけどな。で、カード。次は何がもらえるかな。はい。俺が来た。前回ゲットできなかった俺だ。ああ、親玉だ。いや、これ俺選ぶしかないでしょ。選ぶよ、そりゃ。あ、なんもないんだ。で、焚き火かバッか火かか。でも焚き火かな、バッかいっぱいらしい。え？体力か。あ、ただ攻撃だ。間違えた。攻撃だ。仲良く食事にありつけないんだと言った。ああ、暖を取るなどだ。攻撃力強くなるぞ。じゃあ俺行け。行ってこい俺。え？俺食べるよな。俺は食べるなよ。お日はワソンと一緒に逃げ出した。オッケー。ちょっとワトソンめっちゃ強化しよう。俺の相棒だ、あいつは。俺の半身だもんな、いわゆる。あ、あいつは普段、俺のこと説明するないぞ。ああ、ヒントおっしゃった。僕は見たった。過去の技術が、ルールブックにコードを書いていたの。え、ルールブックにコードを書いてた？どういうこと？ルールブックにコードを書いていた。ルールブック？なんかあんの？うん。あった。新浦さん！ああ、これ気づかんかったわ。そんな見んもん。で、この効果のやつ、こんもん。なるほどね。じゃあ、この戦闘終わったらこれ見ますか。というわけで、私。てか、俺強いな。体力少ないから、次と火で体力欲しいな。んーで、リスを召喚。あ、でも2ダメージだな。あ、まあ、オコジョが耐えるか。じゃあ、リス召喚して、オコジョにチェンジ。ゴー。オッケー。枝はかわうそう。いや、マジ、潜水持ちさ、俺何の対処もしょうがないんだよね。あれ、どうすればいいんだろう。まあ、リス召喚して、俺を召喚。俺を召喚っていいね。で、かわうそがやられた。あ、成長して攻撃力5になった。強、俺。俺強、超俺強いじゃん。で、オーバーキル欲しいから、リス出して、絶対意味ないけどな。絶対取っておいた方がいいけど。で、まあ、バックはなんかそのうちもらえるから、まあ、バックの時にさ、選択肢なくなるからさ、使っとこうかな。はい、これでオーバーキル。これでいっぱい歯がもらえるぞ。オッケー。バロソン強いね。で、血のカードかって話か。あ、そうそう。金庫金庫。忘れた。27。3。あ、いた。何があんの？ん？カメムシ。無害な、なんだ、これ。無害な虫だ。はあ、はわれた狼を、この狂気を終わらせないと。俺は放っておけ。開けても何も言われないんだ。で、鍵ゲットだ。絶対これでしょ。ああ、何がある？オープン？何これ？知るか、こんな。なんだよ、これ。また新しい謎が来たな。まあいい。で、次。このちょっと強いボスマス行くか、カードゲットか。んー、どうしよっかな。金も欲しいけどな。こっちの方が絶対いいんだよな。カード2枚もらえるしな。このカードわかんないからな。選択しましょう。こっち行こう。で、新しいカード。カマキリ、カミンスキ。何これ。あ、誰かなのかな、俺以外の。ダメージ食らうと1与えるのか。で、守護者が移動か。いらんな。ごめんな、カミンスキ。で、バック。さあ、何があるかな、岩とペンチと骨か。
まあ、とりあえず、防御要因で岩にしとくか。ハサミ欲しかったな。じゃあ、これにしよう。で、ちょっと強いボスマスかな。ボスマスじゃない。敵マスだ。出た。さっき俺が死んだやつだね。違うな。カメムシ。またお前か。ええ。友達に解放してもらったら、実のところ僕は解放するのは教えてないけど、何か案はある？私たちには新しい友達がいるわ。そんなもんさ。僕はあいつと友達とも教えてない。でも、多分、僕たちは今回やばい状況にいると。何の話してんの、お前らは。俺を置いて話をしないでくれよ。鳥か。で、カマキリの一番いいのは、ここか、ここに置こうだね。で、ここに置こうか。はい。で、2ダメージ。いいね。はいはい。で、移動した、ドロー、リス出る、リス出して、歩行者チェンジ。僕を生かし続けてくれ。どういうことなんだろう。で、2枚あるから、カメムシ召喚？戻ってきたわ。あ、そういえばカメムシの効果は。退治する生物の攻撃力を1位失うか。ははは、面白い効果だね。では、ゴー。はい。で、狼が来た。ゼロになったね。いいね。で、スズメ移動した。ドロー。狼か。で、これで、スズメやれるでしょ？ OK。はい、はい、はい、はい。で、スズメ来た。一夜食らった。ドローして、結果が見えてきたな。負けを認めよう。え？私の降参を受け入れてくれるか？それとも、時間をかけてこの試合を終わらせるかだ。でもサレンダーしても意味あんの？これもらって意味あんのかな？まあでもいっか。骨欲しいけどな。あー意味なさそう。やっちまった。まあいいカードだ。はい。ああ、山嵐。まあでもこれは豪華めかな。で、バック焚き火。焚き火。バックはいっぱいだから。これはワトソンだ。絶対ワトソン。覚えるか。頼むからダメ。やらないよ。ワトソンだもん。絶対ワトソンだもん。オッケー。さあ、これは炭鉱夫かな。確定1個蹴んの？ずるくない？私が用意したボス戦は、君の実力を試す一か八かの試練だと。この炎を前に、君は乗り越えるか、鹿だ。ああ、なるほどね。死んで、スキップってことはできないよってことか。理解した。煙はその前にすること。ザ・スモーク。何それ。ああ、まあ、これはね、前回、もう何個前か知らんけど、倒したからね。またか。まあ、サクサクサクっといきましょうか。ザ・スモークの効果は。ああ、死ぬと骨4個ね。OK。じゃあ、コヨーテにわざとダメージ食らって4個もらおうか。で、ワトソン攻撃5だからね。リス召喚。はい。いよ、俺。あ、終わった。あ、ごめん、しくった。そうだった。ロバ倒すの、った。あー、忘れた。俺が。骨が大量だ。やっちまったかな、ちょっと。うわ、しかもロバ失った。やっちまった。ちょっとしくったわ。これ、普通に俺プレイングミスった。やっちまった。じゃあ、リスドロー。やってやる。じゃあ、もうひたすらに耐えるか。リスドロー。てか、岩を置いて耐える。で、こっちドローして、オポッサムか。オポッサムはまだいいね。で、鎖蛇で食らう。1骨もらう。で、リス食らう。で、オポッサム出して、ガラガラ倒す。あ、オッケーオッケー。よし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 。んで、こっちドロー、カマキリか。オッケーいいよ。じゃあ、リスを2体場に出して、オオカミを倒す。あ、間違えた。オオカミこっちだった。もうしくったもん。まあ、いっかもう。はい、これでいいやじゃ。で、ダメージ食らう、ドロー。ねえ、どうして彼の名前を覚えられないの？多分、記憶の一部を失ったのかも。一瞬のうちに。ほう。まあ、いいや。じゃあ、とりあえず、これのままでいいや。あった。余剰分なしか。ああ、ありがとう。ちょっとミスったな。お、レアカード。
さなぎ来い、さなぎ。来た。オールマン。ああ、究極の防御が。確かに、1にしては強いね。でも、モスマンいいよな。ロマンあるよな。モスマンにするわ。はい、次のステージ。なるほどね。こんな感じの繰り返しはどれどれ？ああ、まあ一緒だね、ステージは。はいはい、湿地帯ね。で、カードを引きます。ワン、ツー、スリー。カミンスキー待たれた。じゃあ、もらっとく、カミンスキー。誰か知らんけどさ。で、バック二つあるからな。今いいや。焚き火でワトソン強化だな。お、体力だ。いいね。だからどうだって、分かってるよ。俺だよ、俺。体力少ないもん。やべえ、俺超強え。俺超強え。なんかすごいダサいな、その言い方。で、ああ、うわあ。悪臭で攻略部1減んのか。なるほど。なるほど、8か。オッケーオッケー。じゃあ、リス召喚。こうして、こうしよっか。はい。ダメージに食らいますが、狼は成長すると。オッケー。で、次に、ドローして、リスを召喚。カマキリを生贄に召喚する。これで、オッケー。よしよしよし。で、次、ドロー。あの衣装。あ、左上の引き出しよ。左上の引き出し？あまりにも簡単。え、何のこと？まあいいや、今、3か。1倒して、1や2ダメージ与えたら、ピッタキルにならんか。オッケー。じゃあ、カメムシを、ここ召喚。なんか言ったか、お前。はい。オッケー。オーバーキルしたいんだよね。できれば。しかもカメムシ効果でもうお互い何もできんわ、こいつら。じゃあ、普通のカードを、こっちをドローして、狼か。どうしよっかな、これ。2では食らうんだよな。まあ、いっか。このカマキリをどけない限りは、カマキリ何もできんからな。こうして、リス取る。リスを、カマキリを生贄に狼召喚。これで与えて、オッケー。1。で、今4つか。ドロー。来た、幼虫。幼虫来た。幼虫来たか。でも来てもな、なんもできんよな、これ。いや、できる。カメムシを生贄に。幼虫召喚。んで、ゴキブリを出す。はい。よしよし。さなぎ。参った、降参しよう。いやでーす。はい、モスマン。これでオーバーキル確定だ。はい、お疲れ様でした。欲しいんだもん、それが。よし、終わったー。はい、というわけで、本日この辺で終わろうか。待って、このマス気になる。こっち行こうかと思ったけど。いやー、もう、はい、というわけでね、また次回の動画でお会いしましょう。またね。